こんにちは。こんにちは。6日目始まりました。前髪がない、爆発してたから前髪上げた。私結構前髪上げるの好きなんですよ。あんま上げないけど、こう結ぶのが好き。うん。内瀬の小槌ポンさん、熊田はありがとうございます。熊ありがとう。ごめん、ちょっと寝起きなんで寝起きなんでちょっと声がカスカスで申し訳ないんですけど、熊田はありがとうございます。嬉しい。後ほどね、書いていきたいと思います。みんなもお昼からありがとうございます。昨日の終了時から5700ポイントくらい厳選されてて、あれだからですよね。調整でしょ。いつも10分くらい終わった後にやってるから、その分が厳選されてる。今日はね、土曜日ですけど、みんなはなんかすることあるんですか？私は11時くらいに、なんかなんとか点検みたいなのがそのあるのが忘れてて、なんていうんですか、防災点検みたいなのがあるの忘れてて、11時くらいから火事ですみたいな、ピーポー火事ですみたいなのがめっちゃ流れてきて、それで起きたんだけど、えっと思って、火事って思ってびっくりして、起きたら点検の日だったっていう。マジで火事だと思っちゃってびっくりした。なんかでもね、張り紙貼ってたっぽいけど、なんか点検です、点検、多分点検、訓練というよりかは点検
険でめっちゃ怖かった。みーちゃんコスプレ配信する、はい、仮装ですね、ハロウィンの仮装するよ。今日も今日とて、でもあの地震の時落ち着いていたランディすごかった。え、すごかった。あんまりね、あたふたすることはないかも。一回、ね、自分であたふたしても意味ないなって思うから、一回冷静になって、ちょっと待ってよ、心の中でめっちゃやばいなって思うんだけど、一回冷静になって考えて、落ち着きます。でもさすがに今日は親に電話した。え、急にだって火事ですって言うから怖くて、そんな火事とかあったことないから今まで、さすがに怖くて連絡、怖くてっていうか、まあ、なんか起きたばっかりにこれやられるとね、パニックパニック。パニックした。10分までで、あ、10分までで、もう書き間違えた、失礼ございました。昨日さ、なんかなるから腕時計もらったんだみたいな話をさしてた、したじゃん。がっつり夢になるが出てきた。がっつりのおさんが出てきました。変な夢見たな今日。変な夢見たな今日。変ね。変ね夢だった。なるちゃんと何もしてないんだけど、なんかモンさんもうすぐ誕生日じゃん。だからなんか誕生日を、なんか誕生日間際になったら、なんか電話してなんか一緒になんか過ごしてほしいみたいなことを多分言われて、でそれで分かったっつって言うんだけど、眠すぎて寝ちゃって、そのすっぽかしたっていう、電話する約束をっていう、なんか変な夢見た。やっぱやってる点検聞こえる。
いや、なんか変な夢でしたね。喧嘩してない、途中で終わった。誰かわかんない人が来たけど、多分点検の人だ。いや、後で後で。うるさいね。めっちゃ聞こえる。でもね、今日は夕方くらいまでね、点検だし。点検だし。すごい。マジでちゃんと読んでないと火事だと思うよね、本当に。こういうやつみたいに。うん、火事だ。アイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ。熊とはありがとうございます。ごめん。あくびが止まんねえ。ありがとう熊と、本当に毎日ありがとうございます。またはです。後で書きますね。仮装も可愛かったです。後で見ました。見てくれた？今日は何時の会にするって言ったっけ。私21時か、21時の回にハロウィン目前仮装第2弾をするので、楽しみにしてくれると嬉しいです。今日は、いやーこういうの着るんだみたいな、私も着たことないやつ、なんか今まで衣装とかでいろんな、なんだろう、格好してきたけど、多分着たことない、意外性のあるもの選んでみました。
ごめん、なんか頭回ってなくてすごいぼーっとしているんですけど、まあ今日は土曜日で久しぶりのね、家でゆっくりできる日なので、なんか有意義のある時間にしたいと思います。休みの日はもう誘われない限り家で引きこもってるっていうのが最近の私の主流になってきているので、引きこもってたらね永遠と寝ちゃうんですけど、でも今日はずっと溜めてたドラマ見たりとか、ずっと溜めてたバラエティ見たりとか、をしたいと思います。なんかさ、私さ、前も言ったと思うんですけど、なんか休みの日はなんか自分のためには絶対出ないんですよ、どっか。わかんない、なんか予定があったら出るかもしれないけど、自分のためには出なくて、逆になんか何か終わりで、なんか昼朝から外出てて昼に終わって、でそっから出かけようみたいな、どっか行こうみたいな感じのなんですよ基本的に。何かのついでに出かけるとか、だから何かのついでに買い物に行くとかが私流のやり方だから、休みの日は誘われない限りはずっと家でゴロ寝してます。だからインドアなのかアウトドアなのか自分が分かんないよね、よく。あと6分です。あと6分。アウトドアではないが外出嫌いでもないって感じかな。なんかね、外出好きでは別に好きなんだけど、なんかねやることがないよね。やることがない、一人で。だから家に引きこもっちゃいますね。でもね外出は好き。友達欲しい今。なんか本当にメンバーしか友達がいないから、メンバーもメンバーでね忙しいのは分かる。あ、散歩はしてますよ、よく。もうこの時期の散歩大好きなんで、散歩はよくしております。散歩はしてるよ、よく。ちょっとなんて言うとしたっけ。そう、最近散歩した。
14分。あ、そうだ、友達欲しいっていう話をしてたんだ。そう、友達欲しい。でもね、こんな生活続けてたらね、あと1年は友達はできないですね、私は。友達ね、多分できません。できないです。ね、多分できなくていいって思ってる自分もね、どっかでいる。今日は新宿歩いてます。新宿、うん、新宿怖くないですか？新宿ってなんか怖くてあんま行きたくない。ね、頑張って作ろうとするものでもないから。アカウント最終完了、ありがとう。ということでね、8分になりましたので、この辺でランキングを見たいと思います。13位、 YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして、12位が鳥味さん、ありがとうございます。そして11位がワンタンメンさん、ありがとうございます。そして10位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がモグ先輩、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がフスキエさん、アットマーク台湾ミューディー、ありがとうございます。そして7位がふみさん、アットマークラリラリリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がチュロさん、ありがとうございます。で4位がハトブレイクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がじゅんふなさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとう、タワー、ありがとうございます。そして1位がうちでの小槌ポンさんです。このタワー本当にありがとうございました。ということで、昼の枠も皆さん見てくれてありがとうございました。6日目も折り返しなので、1ポイントでも差を縮められるように、頑張っていくので、どうかよろしくお願いします。ということで、また次は18時の回で会いましょう。それではこの辺で、さよなら、アンディ、バイバーイ。